こんにちは。今回も重要な一冊を紹介したいと思います。有理論という一冊になります。こちら非常に分厚くて、そしてしかも難解な一冊になるんですが、この基本コンセプトを知るだけでもかなり役に立つのではないかなと思います。こちらは例えば人ですとか組織や社会というものについて、この考えを深める、社会のあり方について考えを深めるためには素晴らしい一冊だと思います。でこの本の中では、この有理論、この有っていうのは、そのプロセスの形がこの表紙にもあるように U 字型をたどっていくということで、有理論ということに名前がついているわけなんですが、まあ、セオリー U ですね。でこちらは過去からの積み上げでの未来ではなく、理想の未来というものから、こう未来から考えて、その未来を実現するためにはどのようなプロセスが働くのかということが分かる一冊になっています。でそのためにはこう大きく3つの壁っていうものがありまして、それを越えていくのがこのオープンマインド、オープンハート、そしてオープンウィルと、まあ、こちらの表紙の中にも書かれているわけなんですが、これが必要だということが書かれています。でそうすることにより理想の状態、プレゼンシングという状態が起き、そして理想の未来が実現し始めていくということが書かれているわけなんですが、まあ、その具体的な方法は、まあ、読んでいただくしかないかなという感じなんですが、全部じっくり読まなくても、非常に役に立つと思いますので、ご興味のある方はとても、大切なコンセプトが書かれていると思います。ぜひ読んでみてください。以上です。